お嬢様言葉辞典間違えたらなんかあったりするんですか。ちょいちょいお金取っていきますよね、この番組。お嬢様って何なんだ。え、原産だ。え、後半戦のスタートとなります。後半戦はまたサイコロを振って無茶振りを選択することになります。ということでサイコロカモン。あ、ちょ乱暴ないきます。では、えい、なんだなんだ、風止まれ。6でお願いします。坂なのかな。うわ、あれさっきも2じゃなかったですか。はい、ということで今回の2は1000円で大移動です。1000円使ったら大移動ってことですよね。ボーナスタイプしか打てないですよね、まあ、すぐ当てれる自信があったらいいかもしれないけど厳しいな。まあ時間もねそんなにいっぱいあるわけじゃないので、ジャブラ、いや、もう少しちょっと吟味しながら大選びの方をしたいと思います。うーん、何打ちましょうって言ってもなんですよね。とりあえずジャグラーで増やす、そうか、増やしちゃえばその玉持って移動だったら問題ないってことですよね。ですよね。1000円でとりあえずビッグを引こう。スーパーミラクルジャグラーとかにしようかな。あんまり普段打たないジャグラーシリーズをいっちゃいましょう。いや、ちょっと待てよ、すごい台に座ったな。270。こっちこっちにします、すいません。千円札いっぱい入ってるんですよ。とりあえずちょっと8枚だけ出していきます。どうせ1000円で移動しなきゃいけないんで。はい、それではスーパーミラクルジャグラーから、実践していきたいと思います。この1台でとりあえず済むように。いきます。いけ、野口さん。54ゲームからです。案外すぐ光ったりしてね。やべえ、終わる、なくなりました。早い。まあ隣いきます。じゃあ112ゲームからです。え、これって1000円使って大移動じゃないですか。じゃあさっきの1台目に、まあ、これ1000円使って当たらなかったりとかしたらまた戻ってもいい、すればいい。あ、それはいいんですね。戻るのはありなんですね。もうレギュラーでもいいから当てたいもん。光らない、なぜ、なぜなんだ。え、どうしよう。戻ります。なんかどうせ自分が入れたお金入れた台ですもんね。光らせたいですよね。はい、3枚目です。3人目。いや、戻ります。2台目に。あれ、あ、いや、もうどうせ戻ってくるでしょと思ってそっちにいないでくださいよ。ちゃんと取って、光るかもしれないから4枚目です。当たってビッグを引けた方でちょっとだけ粘ろうかな。デジット分だけとか。統合して、願い。なんか1台に1図じゃないから光らないような気がしてきた。
ちょっとミラジャグやめようかなミラジャグじゃない気がしてた。やっぱ馴染み深いマイジャグにしよう。290ゲームからです。さて5枚目、ちょっと気持ちを変えてマイジャグ4ですね。6枚目、全然当てないと取ってもくれないんだな。なんで光らない。157ゲームから、あ、光った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 光りましたよし、レバーで光りました。よっしゃミック、ふう、345ゲームです。8枚目にしてようやく、とりあえずビッグなんでそこそこ出玉取れるじゃないですか。持ってどっか行こうか。いやこの台、まあクレジット50枚ぐらいはもう一回ちょっと回したいな。よし、もう今日は千円札は入れません。もう一発当てるぞ。チェリーダメ、あっという間にクレジット50枚なくなっちゃいました。どうしよう、このジャグラーで出玉をちょっと増やそう作戦は逆に減らしてしまって身動き取れなくなるかもしれないんで悩みどころだな。あと20枚くらいだけ、あとちょっとだけ。やったチェリー、続けてよかった。よし、えい、やったビッグ。よし27ゲームです。いやそしたらもうちょっと続けたくなっちゃうな。いかんいかん、待てよ、50枚だけやらせてもらいます。この勢いでジャグレン、ジャグレン600枚ぐらいありますかね。これ持ってどっか行きますか、せっかくなんで。G1 打とうかな。 G1 だったら周期でなんか、あ、もうここもうやめとこうみたいな、ちょっと読めるし、 MB 引ければ結構コインも増えたりするんで、 G1 の初代行きます。はい、G1 ダービークラブでございます。最後の最後に自分の好きな台で出してやります。朝一台、オーナーさんよろしくお願いします。はい、あ、成田ブライアンだ。成田ブライアンは当たった時に単発がないやつなんで、まあ、ちょっと良さげなお馬さんです。まあ、とにかく MB が引きたいですね。使えるコインが限られているので、例えばでもここで全部使い切っちゃうとするじゃないですか。でも1000円は入れていいんですよね。え、なんでダメなんですか。え、なんで、なんで1000円使い切ったら移動ですよね。ちょ、ルールがなんとなく出ました。そういう決まりなんでのやつですよね。もういいですよ。いやまあでも当てますけどね、こんだけあったら当てますけどね私。お、これは緑ぐらいまで行けばワンチャンあるかな。でもちょっともうここまで9周目、8周目とか9周目なんで、調教ゾーンを引かないと、 MB 引かないとダメですね。ちょっとあー、勝利のチャンスありですね。お、 MB ここで、そうか、勝ち勝ち。チェリーチェリーチェリー。
厳しそうだな。チェリー全然引けない。ダメだ。真相に期待しましょう。はい。誰？ああ、ルフェブル。まあ新馬戦は勝率はちょっといいんで。まあ期待しよう。確定です。あれ、え、これ朝一のじゃないですもんね。1回レース行ってるんで、わ、久々に7周目で出走行きました。あー、となるとこの提達も欲しいですね。子役引けてる、上手。はい、大丈夫だよね。あれ、7周目ってそうですよね。シャッターも全然普通なんだけど。オールセーブで順調な仕上がりですね。はい、勝利に期待しましょう。うん、チャンスアップ。あ、ない、チャンスアップない。ボタン出たけど適正距離ではない。ゲートイン完了しました。スタートしました。オールセーブの位置取りは最後方から当たりを伺っているオールセーブ。第3コーナーチャンスアップが、お、お姉ちゃん、よし、えい、勝ち、162ゲームです。163ゲームです。すいません、よかった、持ち込みないで当たりました。2投目、2周目、ほう、しかも提鉄が銀なのでね、銀の賞だけど、50スタートくらいあったら、うん、50ですね。ではあとはシナリオ次第でございます。うん、星まっこ、村掛け、超村掛けのシナリオがなしです。まだあとはやっぱり続いてほしいんで、おお、さっ、うん、MB、よし、釣り引いて、なんで引かない、ラストだよね、ダメじゃん。でも MB 引けないとすごい枚数がとんでもないしょぼい枚数で終わってしまうこともあるんで、とにかく MB 大事。さらにそれでマコマコタイムとかね、入ってくれるとありがたいです。なんでしょう、チェリーを、強チェリーです。とりあえず上乗せはある。お、しかも追加。さあ、随ゲームの上乗せ、ここから中特化ゾーンない。煽りは一応ある。うん、一応発展します。ただちょっと弱いかな。うん、ダメ、しょうがないです。いや、色が全然変わらないから、あんまりシナリオ的には晩成型になっちゃったかな。10%なのかな。あ、おいしな。奇跡的に勝ってくれませんかね。うん、弱そう。中引いてる。お、MB か。MB です。さあ、まだチャンスはあるぞ。はいはい、セリー。
うわでもおいけ頑張れ嘘でしょ次走に期待しましょう。ああせっかく MB も引いたんだけどちょっと弱かったな。171ゲームです。あ、171枚です。信じてるの？うん、まあ単発、まあ、復活もなさそうなんで終了画面的にも、まあ、ワンセットの終わりには出せてる方ですけどね。ちょっと増えたぐらいかなと思います。とかまだなんかいい馬来い。オルフェーブルですね。変わらないです。銀の中なのに、はい、あーダメですね。連投チャンスなし。あマジか。ちょっと待ってよ。シンボリクリスティス出てくると777ゲームに天井が短縮されます。もうそこまで回せるコインはない。お本当ダメだ。なんだボタン出たのに。何にも引けてない。はい苦しい。はい、なくなった。ちょっと待って、これでもあと1000円あったところがでか。嘘でしょマジっすか。実践終了です。お疲れ様でした。もうね、ジャグラー当たったのは良かったんですけどね。ちょっとプラってからの、まあ、しょうがないじゃしょうがないですよ。だってなんか読められなかったんだもん。で、結局全のまれで、終了しましてマイナス376名かな。はい、結構マイナスになっちゃったな。せっかく初回でめちゃめちゃプラスにしたのに少し削ってしまいました。また次回ですか。はい、次回はもう少しプラスで見応えのある映像を残したいなと思ってますので、また次回第3回目ですね、お付き合いいただければと思います。本日はここまで。お疲れ様でした。ありがとうございました。111ゲーム、後半の総投資が1万6000円になります。取り戻せるか。ブースタート。1箱悪くない。なんもない。そら負けるわ。100枚もいけませんでした。めちゃめちゃ驚くじゃないですか。普通ですよ。でもこれがあるからな。もう何も信じられん。ブエナビスタだ。ちょっと温泉ゾーンだけは、まあ、まだ RT ですし MB を引こう。引いた。引いてるっぽい。やった MB。 よし、ウェナビスタで MB はマコチャレンジ確定です。チャンスゾーン、マコチャレンジ当てます。あれおい、お、いい、いいシャッター当たった。まあ、チェリーでしょう。もう当たったんじゃないか、これで。黄色だけど。あー、マークがないな。よし、お着替え成功です。よっしゃ。とりあえず、もう一回チャンスがもらえるということで。
32ゲームです。使いもしてないシリー。よし、普通だ。まあでももう超村掛けで最初80パーとかの方がいいかも。単発は嫌、もう10パーでも抜けたら。おっ、勝てる。なんだろう、勝てる。さすがにあれで負けることはないよね、お姉ちゃん。さあ、こっち。あ、まどかだ。お姉ちゃんが来たってことは超ですね、超早熟か超万世か普通さん、あ、MB 通名は三冠伝説プラス超超どっちか。今のところ全部可能性あるんですよね、その6つ。ただ1個目超万世だとまあ取れないかなと思うんで、超早熟なのかな。すごいチェリー引いてる。さすがに乗せるじゃろう、これは。あれ、青い。あれ、全然乗せない。怪しい。やだやだ、せっかくシナリオがちょっと良さそうなのに。お、よし、そうそう。次走に期待しましょう。わ、でも緑だからな。2つあるかも。306枚。ほい。あれ、ない。待って、シンボリクリスティス来ちゃった。ちょっと待って。やめらんない。ちょっと待って。